皆様こんにちは。毎週日曜日はエコについてのテーマを一つ取り上げて、エコライフを身近に楽しくするコツをシェアしていきたいと思っています。本日のトピックはエコスムージーのレシピです。作り方は動画の後半でご紹介させていただきますが、その前にちょっとだけお時間をくださいませ。皆さんは日本の食品廃棄物、フードロスがどれくらいの量なのかご存知でしょうか。平成31年、農林水産省発表の資料によると、食品廃棄物が1541万トン、そのうち可食部分であるフードロスは643万トンに上るそうです。643万トンのうち、一般家庭でのフードロスは289万トン、一人が1日お茶碗1杯の食品を捨てている計算になります。そのほとんどが食べ残しによるもので、買いすぎて賞味期限内に消費できなかったり、多く作りすぎて廃棄することになった食べ物たちです。日本は先進国の中では群を抜いて食料自給率の低い国です。食料の半分以上を輸入に頼っている国でありながら、このフードロスの多さ、かなりの問題ですね。世界では77億人が暮らしていますが、9人に1人である8億2100万人が飢えに苦しんでいるそうです。世界では毎年40億トンの食料が生産されていて、これは全人口の食を補うのには十分な量とされています。しかしながら、飢餓に苦しむ人々が存在するのはなぜでしょうか。先進国が率先して作った食料は、後進国、途上国に行き渡ることなく、生産された食料の約3分の1である13億トンが、賞味期限内に消費されず、廃棄処分となっているからです。私たちにできることは何でしょう。誰もが答えは分かっているはずです。食べ物を買ったら捨てない。この動画がゴミ箱に捨てる前に少しだけ考える、そんなきっかけになれたら嬉しいです。前置きが長くなりましたが、スムージーの作り方をご紹介していきますね。レシピというほどのものでもありませんが、いくつかのコツでとっても美味しくなりますので、どうぞ最後までご覧くださいね。グリーンスムージーなので、緑の葉野菜が材料の中心ですが、必ず入れてほしいのはバナナです。生で食べられる野菜ならどんな野菜を入れても大丈夫ですが、バナナは必ず入れることをお勧めします。バナナさえ入れば、エコグリーンスムージーは 90% の確率で美味しくなります。グリーンスムージー初心者の方は、まずはフルーツを多く入れると良いかなと思います。フルーツと野菜の割合を1対1から始めてみて、徐々に野菜の割合を増やして、野菜2に対してフルーツ1くらいで美味しく感じるくらいになれば、健康効果がぐぐっとアップしますよ。甘みを加えるために、ドライフルーツのデーツを2、3個加えるのもおすすめです。ドライデーツは、干し柿に似た非常に甘みの強いフルーツで、そのまま食べてももちろん美味しいのですが、加えるとスムージーがシェイクのように甘く美味しくなります。水分は成分無調整の豆乳がおすすめですが、もちろん牛乳でも他のプラントベースのミルクでも大丈夫です。量はお好みですが、お水と半々ぐらいがくどくなくて私は好きです。豆乳とお水の量はあまり少ないとドロドロすぎるので、こちらもお好みで加減してみてください。中途半端に余った野菜や、スーパーの見切り品コーナーの野菜やフルーツなどを購入して、冷凍保存しておけば、いつでも体にも、お財布にも、そして地球環境にも優しいスムージーを作ることができますので、ぜひお試しくださいね。来週のエコライフトピックは、鉄のフライパンを取り上げます。私が持っているフライパン紹介を中心に、
エコで美味しい料理ができる鉄のフライパンの世界を特集してみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてくださいね。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週の日曜日にお会いいたしましょう。さようなら。